明けましておめでとうございます。少しでも、いい客とって活躍できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。名前を言って。名前を言って。あ、綾津圭介です。よろしくお願いします。今年は飛躍の年になれるように頑張ります。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。牧野勝です。今年は、年男なので優勝できるように頑張ります。お願いします。ありがとうございます。12人総で残った応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。選手の皆さんからメッセージをいただきました。さあ、それではお餅の準備もバッチリでございますので、早速お餅つきをお願いしたいと思います。2人ペアになってお願いします。ではトップバッターの方から、はい、お願いします。おー、では1人ずつですかね。お願いします。皆様ぜひ掛け声をお願いいたします。よいしょなど、それなど、ご自由に掛け声をお願いいたします。あ、じゃあなんか率先してやりたそうな人がいたんで、今ちょっとマイク持たせますね。マイク持ってなくてもいいんですか。セイヤーどっこいしょ。セイヤーセイヤーどっこいしょ。セイヤーセイヤーどっこいしょ。セイヤーセイヤーどっこいしょ。よいしょよいしょ。あらよっとどっこいしょ。はい、役長サポーズを決めつつ
お餅をついていただきました。ありがとうございます。さあもう少しねお餅をついていただきたいと思うんですけれども、ラストついていただけますか。さあ次はどんな感じでお餅をついてくれるんでしょうか。準備はバッチリですね。おお、すごい、バッチリです。タイミングさあ、ぜひこのペアにお願いしたいということで、じゃあこの2人はですね、ちょっとネタを披露してくれるということで、皆さんクールポコのネタご存知ですかね。こんなかっこ悪い男がいたんですよ、やっちまったなっていうネタを披露してくれます。今日はシソウさん、シソウさんに出して一番人気でフライングして着外だった男がいるんですよ。子供は黙って。ありがとうございました。BGM ではなくクールポコのネタを披露してくださいました。ありがとうございます。それでは選手の皆さんによるお餅つき、こちらで終了とさせていただきます。よろしければと思いますが、今レースが終わってしまったところですので、これにてお餅つき大会を終了とさせていただきます。皆様多数、お見守りください。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは選手の退場でございます。皆様盛大な拍手でお送りください。皆様は